地道儀地道儀は中国語漢の長江が132年に考案した世界最古とされる地震計。正しくは航風地道儀という中国人民郵政が発行した切手に描かれた地道儀道製で外形は逆亀に似ており直径は八尺。遠筒の周囲八方向に突起した竜が配置され、そのそれぞれの口には玉を含んでいる。円筒中にある宮古柱が 地震に従って動き発生方向の一つの竜の口から玉が転落する。その下で口を開けて、上を向いた引きエルの口の中に入り、大きな音を発し信号の方角を知らせるようになっていた。人々は、地道儀のこのような外観を、ガマ、竜をいじると形容したという。内部は八方向に向かうクランクと掛け外しの装置が存在し、 中心の倒立心士の変異を伝える仕組みになっていたとされている。五感書、超高伝にはこの地道儀の性能を表す逸話として、かつて竜が泣いたが揺れを感じることはなかった。都の学者たちはことごとく地震の兆しがないことを怪しんだ。数日後に、洛陽の都に死者が来て、老成軍での地震の発生が報告された。これにより皆その優秀さに服従した。 との記述がある。また、日本の平安時代の学者である菅原道真は870年の法略見において地震を弁税よという問いに対して彼官の長候が、ミルンの考察した地道儀今村による統律紳士を用いた内部構造の再現日本では、ジョン・ミルンやオーブリタクによる地道儀の推定が知られていた。1936年に、 地道儀の発明1800年を記念して、今村秋爪と石本三潮の両名により、地道儀の複製、長江の経歴業績を調査して公表することなどが申し合わされた。今村が五感書の記述とミルンの著作を比較検討したところ、ミルンの著作には数々の誤りが見つかった。今村はミルンの著作に対して全文誤りで満たされていると言っても良いくらいに、 誤りが多いのである。とまで述べている。ミルンや王は、戸柱を釣り振り子と考えていたが、日本の地震研究所では当説を採用せず、戸柱を、当立真種と仮定して、内部構造に採用し、外観は1875年に、文部省の服部十三が描かせたものを採用した。これらをもとに、地震研究所で動作する複製が作成された。今村は動作は、 極めて良好であったと述べている。また、中国においても、日本のものとは外見及び内部構造が異なる地道儀が復元されている。文学博士の大山正夫は、地道儀の竜は天の意志を表す天使であり、加えている玉は天の啓示を、河津はその天の意志を受け止め地上世界に伝える、要石的な役割があると推定している。ミルンの著作では、地儀の創作年が、 西暦136年となっていたため、1936年にこの記念事業は企画されたが、長江の経歴を調べたところ創作年は132年の誤りであることが判明している。今村昭恒、地震の国文芸春秋新者、1949年、ありがとうございます。